PFC ソチはロシアのソチをホームタウンとするサッカークラブである。2018年にディナモ・サンクト・ペテルブルクがソチに移転して FK、ソチが創設された。ディナモ・サンクト・ペテルブルクは2016-17シーズンにプロフェッショナルフットボールリーグの西地域で優勝2017。2017から18シーズンにフットボールナショナルリーグで6位の成績を残していた。 2018年7月4日に投票で選ばれたロゴが発表された。ロゴにはアイスホッケークラブの HK ソチのロゴと同じ区表がシンボルとして描かれており似たような色が使用された。7月6日に正式にディナモサンクトペテルブルクから FK ソチに解消された。両クラブ間に歴史的なつながりがないことも発表された。2018から19シーズンは フットボールナショナルリーグに参加2019年5月11日にプレミアリーグ昇格圏内の上位にチームで終えることが決定最終的に優勝した FK 田んぼ府に次ぐ2位の成績を残した10選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく10選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく10 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。